本日の動画は、屋上にいるキリュウと話をする。いろんなところに人がいるな。ちょっとどこだよ。よし。よし。よし。はい、来たよ。キリュウさん。長場、んー。いや、ちょっとぶっちゃけ、もうここで切り上げたい気持ちはある。けど、はい。行くか。この話聞いたら終わろう。俺とエビノが、兄弟の可能性があるってだけね。大吾の話が事実なら、お前たちは、異母兄弟ということになる。お前がアラクワの子かどうかも、はっきりしていない上での話だ。いや、もうそれはもうはっきりしとるやろ。もはや親が黒と言うなら、白いもんでも子は黒と言わなきゃいけない。それがヤクザの掟だ。エビナはこのくだらねえ掟のせいで道を外しちまった。俺はそう思ってる。ああ、なるほどね。ヤクザの蹴りごとはヤクザが蹴りつけたいみたいな感じだからってことか。つまりエビナの祖父はてめえの娘と荒川に婚姻を迫った。二人の気持ちなんて考えもせずに。そして茜さんとの愛を貫こうとした荒川は、茜さんもろとも始末しようとした。氷川は何に怒った。娘に恥をかかされたことか。そうじゃ、自分が黒と言ったものに荒川は白と言った。たったそれだけのことか。親の言うことを聞けない子がいたからってことか。結果、エビナは父親もおらず、母親は早くして亡くし、ヤクザの子として過酷すぎる人生を歩まざるを得なくなった。これは何も特別な話じゃない。似たような悲惨な話はこの目で何度も見てきた。そういう古いヤクザのあり方を俺には変えるチャンスがあったんだ。東条会四代目としてその道を選ばなかった。マジで一瞬だけしか四代目やってねえしな。だから桐生さんが責任を取るってんですか。エビナの人生を巻き戻せるわけじゃねえ。今さら責任なんて取れるもんじゃねえことは分かってる。だがこのままあいつが道を外し続けて二度と引き返せないところまで行っちまうのはせめて止めてやりたい。それが古いヤクザを生きちまった俺なりのけじめのつけ方だと思っている。だから春日、お前はその後を頼む。どんな時代にだって世間の枠組みからどうしても外れちまうやつらは出てくる。俺たちみたいにな。そいつらが自分は生きてていいんだって思える場所をお前が作ってやってくれねえか。俺はヤクザの過去を引き受ける。お前にはヤクザの未来を頼む。たくよ、勝って言いやがる。とんでもねえ宿題背負わせるじゃねえか。でも引き受けますよ桐生さん。
俺がハロワで働こうって思い立ったのも多分どこかで似たようなものを目指してたからだと思うんです。うん、ありがとうカスカ。ただ俺からも一つお願いがあります。どうせあとわずかの命だ。エビナを止めるためなら自分が死んでも構わないなんて考えはなしですよ。キリュウさん、あんたは生きて生き抜いてから死んでください。死んで一抜けたなんて俺が許さねえ。ことが済んだら大海さんの尻拭いを手伝ってください。あんただって片足突っ込んだ当事者。まあ影の功労者ナンバーワンではあるよ、セブン外伝の話だと。約束する。お前に説教を食らうとはな。長く生きてりゃこういう珍しいことが起こるんですよ。この後にもきっといっぱい待ってますよ。そうか、そうかもな。ええ、そうっすよ。ここ確かあれだよな、ティザーかなんかで出てたよな。俺からも一つ説教しておくか。はい。ほう。お前サエコに何言ったんだ。歴戦のキャバ嬢をあんだけ怒らせるなんて相当だぞ。ちゃんと愛してると言え。いや、やっぱまだ怒ってます。プロポーズしたんだよな。はい。そんでこっぴどく振られました。ナンバと足立さんにも反省会してもらってめちゃくちゃ謝ったんですけど。愛してると言え。もう剣もほろろ。愛してると言え。情けねえ声出すなよ。あ、そうだ、キリュウさんからも何かアドバイス。いや、キリュウさん女っ気なさそうだし。おい、今なんつった。いやいやいや、褒め言葉としてですよ。 いたんだけどね。失礼なやつだ。いたんだけどね。いろんなことがあったんだよね。俺にだって恋愛経験はある。え、そうなんですか。すみません、結構話が意外でした。え、じゃあプロポーズとかしたことあります。当然だ。まあユミにな。マジっすか。ユミにな。参考までに何て言ったか覚えてます。プロポーズか。ただ好きだったって言っただけだったな。好きだった。あれか、ユミが死ぬ時か確か。あ、ああ、うん、バカだ。あ、やっと気づいたか。おい、どうした。悪い、緊急事態だ。お、え、誰誰だってめえ。大道寺一派か。ほう、ほう、うわー、マジか。おもろいことなってきた。いちいち仕事を増やしてくれるな、キリュウカズマ。まあそうだよな。花輪の待機指示を無視した挙句、今やちょっとした有名人だ。お前は死んだはずの人間だというのに、この状況が我々との重大な契約違反であることを分かっているのか。まあそうよな、そうなるよな。しかし実にいい仕事をしてくれたのも確かだ。保護対象である茜のみならず、本件のキーマンとなる少女ラニの確保、そして両名の日本への移送、
強靭な精神と卓抜した戦闘能力、そして春日一番とのつながりお前以外にやり遂げられる人材はいなかっただろう。まるで俺がお前らの思い通りに動いたみたいな言い方じゃねえか。まあ、実際その通りではある。そんなことはないさ。だが結果として我々にとって好都合な状況になったのは確かだ。今お前たちが考えていることは想像に難くない。青龍会組員がネレ島に送られるのを阻止したい。そうだろう。そうです。その思いは我々も同じだ。あ、そうなの。日本政府はネレ島の廃棄物処理を認めたんじゃねえ。あ、確かに政府のあれだからそうだもんね。勘違いしているようだが、我々は民事党とつながることで国の舵取りに関わってきた。しかし4年前青木亮の失態により民事党は急速に支持を失い野党に下った。ああ、なるほどね。つまり現政府は我々とはむしろ政敵と言う。え、てかもうクーデターじゃんもはや。要は敵の足を引っ張りたい。イヤホンのあれが破れた。また自分たちに政権が回ってくるかもしれねえ。捉え方は自由だ。秘密裏に渡航できるようプライベートジェットを手配してある。ほう。準備が整い次第いつでもハワイに迎えるだろう。利害が一致した時は随分と協力的なんだな。まあ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 、高度な政治的判断と言ってもらいたい。だがお前たちに手を貸す決断に至った理由は別にある。うん、花輪には毎日報告書の提出が義務付けられていた。はい。普段は状況を簡潔にまとめたものだったが、ある日珍しく書簡が添えられていてな。お前たちについてだ。彼らは私利私欲に走ることなく自らの使命に文字通り命を懸けている。敬意を払い対等に接すべき対象であり、それこそが我々の目的達成につながる道だろうとな。結果的にそれが花輪の最後の報告となったわ。あいつはめったに人を褒めなかった。感謝するんだな。プライベートジェットは明日の朝出発だ。ハワイに行くメンバーはしっかりと準備しておくことだな。この国の未来、俺たちいつの間にかすげえものを背負い込んじまってたんですね。おじけづいたのか。まさか。トミー、足立さん、ハンジュンギ、チーちゃん、もう一度俺とハワイに渡ってくれるか。うん。おお、メンバーはそっちで勝手に決めてくれるんだね。もうそれはありがたいわ。ナンバー、ソンヒ、サイコ、チョー、お前たちは俺と一緒にミレニアムタワーに来てくれるか。もちろんですよ、キリュウさん。明日、すべてに型をつける。今夜はしっかり影響を養ってくれ。威勢がいいな。おお、村長。影響を養うなら、こいつがいるんじゃねえか。うひょほほほほ。いいすか、村長。当然貸しだ。村長ありがとうございます。生きて帰ってこい。ありがとうございます村長。きっちり洗ってもらう。村長、ありがたくお言葉に甘えさせてもらいます。安心しな、お嬢ちゃんにはジュースとお菓子もあるからな。